はい、皆さんこんにちは。この1本前の動画でこの AKB の今日発売のニューアルバムを開封した動画を出させてもらったんですけど、今日は今からこの CD と生写真を全て売りに行っていきたいと思います。全部で22枚、果たしていくらになるのでしょうか。そんなに大した金額にならないと思うけど、まあこれだけね、家に CD あっても仕方ないし、少しでもお金になればいいかなと思うので、それではこれから行ってきます。今大須に来ててね、CD と生写真さっき売ってきたんですけどね。俺は買ってきたんだよそう、なんか生写真買ってきて、そう、生写真買ってきて、なんか売りに行ったら偶然また遭遇したっていうね、知り合いの中でね、偶然遭遇する確率が一番高い人だと思いますね、本当に。毎月のように遭遇してるよ。月に1回は必ず偶然遭遇してると思うんでね。僕はさっきのね、CD と写真22枚売りに行ってね、合計で4400円でしたね。22枚で、まあ、4万4000円、まあ、それが売って4400円、全然いい方。その後2人でまたスタバに行って、スタバ行って、まあ、歩いてたら乙女ボタンが言いましたと。乙女ボタンというね、アイドルがね、まあ、チラシを配ってて、はい、ちょっと喋りに行ってきたっていう。これですね、乙女ボタン。これ、まあ、名古屋を中心に活動してるアイドルグループです。結局オタ活してるな。結局なんか思わぬところでね、スタバで今後のオタ活について話し合ってましたね。ちゃんとね、今後の自分のことを考えてオタクをしないといけないということで、多分今後はちょっと もう握手会とかに行く回数はだいぶ減るかなって思う。握手会は減らして、まあ、公演とかツアーの方でね。だからもう CD も今後、まあ、今 CD 売ってきたけど、今後 CD もちょっと買うかどうかがわからないっていう状況になってますね、今。とりあえず来月だからね、もう申し込み来るとしたら、もう次のシングルまた3月に発売だけど、まあちょっとそれは買うかどうかもわからない。ちょっと考えて、それ握手会とかに行くのを減らすか、まあ、もしくはもう全く行かないようにして、その代わりね、コンサートとか劇場公演とかそっちの方に回した、そっちの方を、まあ、割りできるだけ、そっちの方できるだけというかね、そっちの方にまあ行くようにして、そういう風に今後していくかもしれないなっていう話をずっとスタバでしてましたね。まあ、今回ね、とりあえず CD 買って、写メ会の券届いたけど、まあ、とりあえずまあ今ある券は使うけど、まあ、今後ちょっとどうなるかわからない、僕たちは。そう、はい、まあ、という感じでね、ただただCD と生写真を売りに行くだけの動画を撮ろうと思ってたら、まあ、ちょっとそれプラスでいろいろあったけど、まあ、今日はこんなところで終わりにしたいと思います。はい、まあ、次回は来週の横浜で会いましょう。会いましょう、まあ、てか一緒に行く予定だけどね。それではありがとうございます。バイバーイ。